久留米市にある看護専門学校です。血圧を測るのは准看護科1年の寺島あかりさん。これは実技の授業です。看護師の母に憧れこの春入学しましたが、直後から新型コロナの影響でリモート授業が続きました。リモートが終わったと思ったらまたリモートになったりとかして、コロナがなかったらまあいっぱい実習も行けて2年生の人とも交流がたくさんできたのかなとは思います。リモートでは実技の授業ができません。休校した期間もあり、夏休みもほぼ返上で学習を進めてきました。そうした中で寺島さんのモチベーションとなったのは、新型コロナと戦う医療従事者たちの姿です。医療従事者、母も含めみんな頑張っていらっしゃったんで、私もその手助けをしたいなとはずっと思ってました。教える側の講師にとっても思うように授業ができず苦しい日々が続きましたが、授業の感染対策を工夫しながら生徒に寄り添い共に乗り越えてきました。接触を減らすということが大きくなってくるので、実習も進まない、なかなか制限がありましたけれども、やっとここに来ることができてほっとしています。そして迎えた待望式。医療現場での実習を前に使命感を持つようにという願いを込めて、40人の1年生一人一人にナースキャップなどが授けられます。我は心より自主を助け、我が手に託されたる人々の恥のために身を捧げ、医療に携わる者としての誓い。待望式を終えた生徒たちは決意を新たにしていました。患者様の言葉を一人一人目を向けて、私が少しでも苦痛の緩和をできるような看護師になりたいです。柔軟な対応ができるような強くて優しい看護師さんになってもらいたいと思います。看護の道を目指す卵たち、来月からの病院実習で現場での経験を積み、再来年の試験合格を目指します。